多蔵工事で失敗する人。はい。奥さん、こんにちは。お家軽く見させてもらったんですけど、だいぶ傷んでますね。塗装工事しませんか？はい、します。愛想の良い営業マンに騙される。愛想が良く気持ちの良い営業マンからの誘いに断れず契約してしまったことはありませんか？奥さん、もう塗り替え時期ですね。見積もりすぐ出しますね。確かに壁が汚れて気になっていたけど、まだ早い気もする。でもプロに任せたら大丈夫か。家が傷むプロセスを知らない。ぐるっと家の周りを見渡しただけでしっかり調べずに帰っていく営業マン。塗装工事の見積もりですが、最高級の塗料を使って300万円になります。300万円？ちょっと考えさせてください。わかりました。奥さん、今回に限り特別に割引させていただきます。200万円、どうですか？はい、わかりました。適正な予算を知らない。親身なふりをして適当な理由をつけ、大幅な値引きでお得感や特別感を演出する営業マンには気をつけましょう。あれ？ベランダの床塗ってないんだけど。もしもし？もしもし、打ち合わせでベランダの床もお願いしましたよね。いやー、どうでしたかね。でも契約交わしてるんで、もう遅いっすよ。いや、そんな、こっち200万円払ったんですよ。ちょっと聞いてます？もしもし、もしもし、口約束。見積もり書にも詳細が載っていない口約束だけの打ち合わせでは落とし穴だらけ。適切な予算を知り、無駄なコストは省きましょう。ワイテックでは塗装工事に関する冊子を無料でお配りしています。お気軽にお問い合わせください。失敗しない塗装工事はワイテック。失敗しない塗装工事のワイテックをどうぞよろしくお願いいたします。